つである孤立した生態系を育む大きな縦穴で知られる。ボリバル州の南西の果て、ブラジルとの国境近くの葉はサリサリニアーマー国立公園内に位置する。標高1350メートル。この山はベネズエラ国内で最も偏僻な場所の一つで、最寄りの道路から少なくとも数十キロメートルは離れている。山上の穴への立ち入りは、 制限されており、当局の許可が必要。ギアナコーチのテプイ群の中で、サリサリニャーマンの際だった特徴は、山上の陥没穴である。ほぼ円形の陥没穴が先カンブリア時代の砂岩層中に、いくつも生じており、地質学者にとっても生物学者にとっても謎めいた場所である。最大の穴は直径、深さともに350メートルほどあり、 地表からほぼ垂直に落ち込んでいる。断崖絶壁に囲まれた穴の底は、地表と同じく薄そうとした森だが、孤立した生態系があり、ここにしかいない動植物の固有種が見られる。サリサリニャーマの陥没穴は1974年に発見され、調査された。デイビッド・ノットの書籍イントゥ・ザ・ロスト・ワールドには、この高地にヘリコプターでおり、 学術調査を実施した際のことが述べられている。ありがとうございます。